皆様こんにちは大紀元ニュースです中国政府が支援するハッカーは海外ののネットワークシステムの脆弱性を狙ってて侵入していますアメリカ国家安全保障局 NSA は10月20日企業や政府機関に対してシステム監視強化やパッチによる補正など中国政府が支援するハッカーの対応策をまとめた資料を公開しました。 NSA は中国ハッカーは主にアメリカシステム内の25件の脆弱性を積極的に利用していますこのため関係機関に情報安全を確認するよう警告しました中国のハッカーたちはずっと国家安全保障システム防衛産業基地国防総省のネットワークを標的にしスキャンしたり悪用したりしていることを確認していると発表しろに記しています NSA は中国政府のハッカーについて厳微な知的財産権経済的政治的軍事的情報に関わるコンピューターネットワークに侵入するためさまざまな戦術や手法を駆使しているとして防御の対処法が必要だと説きました洗練された中国ハッカーはコンピューターネットワークの侵入及び情報搾取の計画は多くの場合次のようになるといいます。 対象を特定する、その脆弱性を見つける、これに対応する攻撃、エクスプロイトを開発する、適切な時期に攻撃を集中して行う、などです。NSA は、民間・公共を含む企業や組織に対して、それぞれシステムに最新のアップデートを行い、配布されたパッチを適用し、定期的にパスワードを変更して、ネットワーク内のユーザーアカウントを確認するよう助言しています。 また、インターネットに接続する動きに対して、監視を強化し、危険な兆候を見逃さないようにと警告しました。9月15日にも、アメリカ国土安全保障省のサイバーセキュリティインフラストラクチャーセキュリティ庁 CISA は、中国の国家安全部のハッカーグループによる攻撃に警告を発し、対処法を公開しました。NSA と同じく、 脆弱性を悪用して機密性の高いアメリカのネットワークへの侵入を繰り返しているといいます今年夏中国政府が支援するハッカー apt31 がトランプ大統領とバイデン候補の両陣営を標的にしたと報じられました apt31 は両選挙陣営スタッフのソーシャルプラットフォームのアカウントの乗っ取りを図りました10月22日 アメリカ連邦捜査局 FBI は目前に控えた大統領選挙の安全対策について記者会見を行いました。クリストファー・レイ長官は外国からの干渉や選挙を狙った犯罪の兆候が見られた場合は積極的に調査すると述べました。また技術やソーシャルメディアの民間部門とも連携し外国の敵対者によって利用されていないことを確認し 偽情報やプロパガンダを収集していると発言しました。